ナスはとってもやはり香りの立つものが多い。そういうものをお料理の中に一つでも入れてもらうと、全然違うと思いますね。はい。国内外で活躍する料理人たちが和食の魅力を伝えるキッコーマン主催の料理サロン、料理の実演やトーク、そして試食も楽しめる参加型のイベントだ。今回は評定の高橋義博を迎え和食の魅力を披露した。京都の南禅寺近くに長い歴史を刻む評定の15代目、茶会席の伝統を守りつつも時代とともに歩む料理を作り続けている。今回高橋は夏の食材の楽しみ方を披露した。季節ごとにやっぱり出てくる食材っていうのが必ず決まってますので、やっぱりその時の旬のものを食べるというのが基本的な考え方で、そこにまあその暑い寒いっていうのがあるから、暑い夏はちょっとこう涼しく感じられるような料理とか、体の原理もあれば自然の環境もあって、そういうのをこう考慮したお料理というような考え方。高橋は夏のおばんざい料理の定番、伏見唐辛子とじゃこの炊いたんを披露した。旬の唐辛子を鷹の爪で炒めることで夏バテ効果も期待される一品。季節を楽しむ料理とは、旬の食材をいただく以外に体の機能を高める目的もある。高橋はさらに意外な材料を使い料理に季節感を盛り込んだ。トウモロコシのヘタ、かぼちゃなんかの種ですね、で、ナスのヘタ、こういうのは旨味を出すというよりも風味をいただくという考え方で、ちょっとこうじわっとした甘みとか、ちょっと青臭さとか、なんかそういったものがこう夏にとても美味しいと思うんですね。それがこう結構季節の風合いを出してくれてるといいますか。そして出来上がったのが、野菜のヘタや皮で出汁を取った夏野菜のすまし仕立て、豆乳ごま豆腐。夏野菜やごま豆腐に香り高いみょうがや大葉を添えた。香りを楽しむ以外にもこんな効果があるという。ちょっと夏暑い時期にバテたりとか胃腸が疲れたりとかっていうことがある時に、食欲を増進させてくれるので、少しそういうものが入るだけで食べれなかったものが食べれるようになるとか。体を気遣いながら旬の食材を楽しんでみてはいかがですか？